宮崎市内に住む60代の男性。およそ7年前から不法投棄の被害に悩まされてきました。これがもう去年の一昨年の9月から、去年の8月までの不法投棄された写真ですもん。まあ、ビニール袋一袋を投棄してあって、でそれをカラスがついばんでもう畑の方にもう散乱しているような状況で、それが週に3回は続いているもんで、かなり厳しかったですね。男性が所有する畑に捨てられたのは家庭ゴミ。ひどい時にはシャツや下着などの衣類まで捨てられたといいます。男性は一昨年市役所などに相談した上で看板を立てましたが、もうそれで収まるかなと思ったんですけども、依然として不法投棄は続いたと。そこで男性は毎朝5時に畑を訪れ、カメラを設置しました。この山のところに設置をして、たまたま1回目が映ったと。こちらは去年3月に撮影された映像。向かってくる黒い車に注目。なんと車を運転しながら助手席側の窓からゴミを投げ捨てました。別の日にも同じ車から。こうした映像をきっかけに、不法投棄をしていたのは畑の近くに住む人物であることが分かりました。とりあえずこの不法投棄をやめてもらわないと、いわゆる食べ物を作ってますんで、作物作ってますんで、やはり安心安全という意味でもね。その後、映像を撮影していることが相手にも伝わったことで、不法投棄の回数は徐々に減り、去年8月以降、ゴミが捨てられることはなくなりました。だからホッとしてますよ、今。ホッとされてますか。うん、みんなホッとしてる。男性は、宮崎地裁に裁判を起こし、不法投棄を行っていた人物にはおよそ115万円の損害賠償を支払う判決が下されています。